日本有数の酒どころ西宮市の酒造会社で搾りたての新酒を楽しむ蔵開きが行われました。西宮市の日本盛りで行われた蔵開きには待ちかねた多くの日本酒ファンが訪れました。蔵開きは西宮市内の各酒造会社が酒蔵を一般開放する毎年恒例のイベントで、鏡開きを行って新酒のシーズン到来を祝いました。会場には山田錦を使い、香り高くキレのある味わいが特徴の蔵開き限定酒などが飲み比べできる有料の試飲コーナーも設けられ、訪れた人たちが搾りたての新酒の味を堪能していました。すごい美味しい。とことん飲みます。乾杯。蔵人、我々お酒作ってるものとですね、直接会話していただいたり、非常に楽しんでいただいているなという印象があります。このほか、おでんやかす汁などの飲食ブースも設けられ、多くの人でにぎわいました。